2007年のベウドゥム・ファブリッシュ・ベウドゥムは、ブラジルの男性総合格闘家、柔術家。リオグランデドスル州ポルトアレグレ出身。アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス在住。キングス MMA 所属。元 UFC 世界ヘビー級王者。アブダビコンバット 99kg 以上級と、ムンジアル重量級連覇の実績を持つ、寝技のスペシャリスト。 試合運びの上手さから、マスター・オブ・ザ・ゲームの異名を持つ。また MMA 転校初期は弱点であった打撃も、ハファエル・コレデイロに指示してからは、成長を見せ始め、2011年に、コレデイロより、エタイの黒帯を授かった。特に、首相撲からの膝蹴りは、その後ベブドゥムの大きな武器となる。10代の時に交際していた恋人の元彼氏と、 喧嘩になった際に三角締めで締め落とされ、ブラジリアン柔術を始める。17歳の時に母親と共に柔術の知名度が低いスペインに移住するも、現地のマドリードで柔術道場を開き、練習を続けた。2002年6月16日、総合格闘技デビュー戦となったミレニアムブロール7でテンギズテドラゼと対戦し、三角締めで一本勝ち。 2003年9月13日、ジャングルファイト1でガブリエル・モンザーガと対戦し、TKO 勝ち。2005年2月20日、プライド初参戦となったプライド29でトム・エリクソンと対戦し、スリーパーホールドで一本勝ち。2005年10月23日、プライド30でセルゲイ・ハリトーノフと対戦。ハリトーノフの打撃を 嫌がりたびたび自分からリングに寝転がるなど、制裁を書いた試合内容になってしまい、判定負け。2006年5月5日、プライド無差別級、グランプリ2006開幕戦の無差別級、グランプリ1回戦で、アリスターオーフレームと対戦。アリスターの打撃に苦戦を強いられるも、下になった状態から、チキンウィングアームロックで一本勝ち。2006年7月1日、 プライド無差別級、グランプリ 20062ND ラウンドの無差別級、グランプリ2回戦で、アントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと対戦し、判定負け。2006年11月12日、オランダで開催された 2H2H で、エメリア・エンコ・アレキサンダーと対戦し、片方めで一本勝ち。2007年4月21日、UFC 初参戦となった UFC70 で、 アンドレイ・アルロフスキーと対戦し、0から3の判定負け。2007年6月8日付でチームクロコップを離脱し、シュートボックスアカデミーへ移籍した。2008年1月19日、UFC80 でガブリエル・ゴンザーガと再戦し、パウンドで TKO 勝ち。2008年10月25日、UFC90 でジュニー・ウォールドス・サントスと対戦し、 右アッパーからのパウンドを浴びて、TKO 負けを喫した。この敗戦で評価を下げてしまい、UFC 側との契約交渉で、ファイトマネーの減額を通告され、UFC を離脱。2009年8月15日、ストライクフォス初参戦となった、ストライクフォス、ケリノー VS、サイボーグで、マイク・カイルと対戦し、ギロチンチョークで一本勝ちを収めた。 2009年11月7日、ストライクフォス、フェイド VS、ロジャースで、アントニオシューバと対戦し、3から0の判定勝ち。2010年6月26日、ストライクフォス、フェイド VS、バーデュームで、エメリアエンコヒョードルと対戦し、1R1 分9秒に腕ひしぎ三角固めで、タップアウトを奪い、大番狂わせの一本勝ち。 試合直後のインタビューでは、ヒョードルのことは尊敬しているのですぐに再戦してもいい。試合場所は、ヒョードルの母国ロシアでも構わないと、コメント、さらに客席にいた、ストライクフォースヘビー級王者アリスターオフレームに、向かって、僕のチャンピオンベルトを用意しておいてくれと、笑顔でアピールした。2011年6月18日、ストライクフォース、オーバーム VS、バーデュームの、 ワールドグランプリ1回戦でアリスターオーフレームと再戦。アリスターの打撃を嫌がり、たびたび自分から仰向けに寝転がるなど、制裁を書いた試合内容になり、0から3の判定負け。2012年2月4日、約5年振りの UFC 参戦となった UFC143 でロイ・ネルソンと対戦。1R に膝蹴りで、 ネルソンの額を出血させるなど打撃戦で優位に立ち、3から0の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年、TUF ブラジル2でアントニオ・ホドリゴ・ノゲーラとそれぞれのチームのコーチを務めた。2013年6月8日、UFC オン・フューエル・ t v 1 0でヘビー級、e、ランキング8位のノゲーラと約7年ぶりに再戦し、 に R に腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2014年4月19日、UFC オンフォックス11のヘビー級王座挑戦者決定戦でヘビー級ランキング3位のトラビス・ブラウンと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。これにより王者ケイン・ベラスケスに挑戦することが確定したが、ベラスケスの負傷により元 K1 王者のマーク・ハントとの暫定王座決定戦となった。 UFC 世界王座獲得2014年11月15日 UFC180 の UFC 世界ヘビー級暫定王座決定戦でヘビー級ランキング4位のマークハントと対戦バックスピンキックやローキックで攻め2ラウンドに飛び膝蹴りでダウンを奪いパウンドでニッキコ勝ちを収め暫定王座獲得に成功パフォーマンスオブザナイトを受賞した 2015年3月16日、チェチェン共和国大統領、ラムザン、カディロフの大統領宮殿に招待された。2015年6月13日、UFC188 の UFC 世界ヘビー級、王座統一戦で、正規王者ケインベラスケスを終始打撃で圧倒し、3R に披露した、ベラスケスのタックルに合わせて、ギロチンチョークを極めて一本勝ちを収め王座統一に、成功。 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。世界王座陥落2016年5月14日、UFC198 の UFC 世界ヘビー級、タイトルマッチで、ヘビー級ランキング3位のスティーペ・ミオシッチと対戦し、カウンターの右フックで 1RKO 負けを喫し、王座陥落した。2016年9月10日、UFC203 でヘビー級ランキング6位のトラビス・ブラウンと、 再戦し、3から0の判定勝ち。試合後ブラウンのセコンドと揉め事を起こした。2017年7月8日、UFC213 でヘビー級ランキング3位のアリスター・オーフレームと対戦し、0から2の判定負けを喫した。2017年11月19日、UFC ファイトナイト、バーデューム VS、タイバーラでヘビー級ランキング8位のマルチン・ティブラと、 対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。2018年3月17日、UFC ファイトナイト、バーデューム VS、ボルコフで、ヘビー級ランキング8位のアレキサンダー・ボルコフと対戦し、パウンドで 4RKO 負け。2018年5月22日、全米アンチドーピング機構が、ベルドムにアンチドーピング規則違反があったことを公表。 同年9月にアンチドーピング規則違反が禁止薬物トレンボロンの陽性反応検出だったことがウサダにより明らかにされ2年間の出場停止処分が下された2020年5月9日約2年にヶ月ぶりの復帰戦となった UFC249 でヘビー級、e、ランキング12位のアレクセイオレーニクと対戦し1から2の判定負け自身初の連敗となった 2020年7月26日、UFC オン ESPN ウィッタカー VS ティルでアレクサンダー・グスタフソンと対戦し、腕ひしぎ十字固めで 1R1 本勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2021年5月6日、PFL 初参戦となった PFL3 でヘナン・フェレーラと対戦し、パウンドで1ティコ負け。しかし、 フィニッシュ直前にベウドゥムが仕掛けた三角締めでフェレーラがタップのような仕草を見せたことから、このストップは大きな物議をかもし、後日ニュージャージー州アスレチックコントロールボードによって裁定がノーコンテストに変更された。ありがとうございます。